ーが大好きな人はもちろん、サッカーに詳しくない人も楽しめる番組、それがキックオフサイン。鳥取島根のサッカーを全力で盛り上げます。さあ今週も始まりました、キックオフサイン。ナビゲーターの岡村翔子です。この番組はガイナーレ鳥取をはじめ、サインのサッカーにまつわるさまざまな情報をお届けする地域密着型サッカー応援番組です。それではまずはこちらです。ハイライト、今日はハイライト特別編。2024明治安田 J3 リーグ、ガイナーレ鳥取はここまで14節戦い、14個のゴールを決めています。その全ゴールをお見せします。今シーズンガイナーレは開幕2連敗無得点、そして迎えた第3節ホーム開幕戦。さあ小沢、右に仕掛ける、中に自ら行く、この位置からクロス上げる、ゴール前こぼれて田中、これが嬉しい J 初ゴールとなりました。そしてこのゴールがガイナーレの今シーズン初得点となりました。第4節岩手グルージャ盛岡戦はゴールラッシュ。まずはコーナーキックからセセ、マイケルボール、クロスバーに当たった、こぼれ球、押し込んだ、シュートは決まった。こぼれ球を先生ヒロトが押し込みました。クロスバーに当たって跳ね返ってきたところを先生ヒロトが押し込みました。続いて小沢、シュートできた、決まった。厳しい角度からでしたけれども左足、小沢秀敦が振り抜きました。そして田中翔太、ちょっとここは選手がかぶってしまった、そしてシュートは決まった。ボールを奪ってから左足で流し込みました。前節プロ初ゴールから2試合連続のゴール、田中翔太。第5節蒲田マーレさぬき戦、裏抜き出す、さあ田中圭太カウンターに釣る、中には富樫、不幸に入っている常安もいる、常安ファーサイド、富樫フラッグは上がっていない、富樫が追いついた。後半の終了間際に富樫が今季初ゴールを決めて1対1。第6節 YSCC 横浜戦、0対1のまま後半アディショナルタイム。高いアーチ、ヘディング、追いつきました鳥取、後半の追加タイムに同点ゴール、1対1です。大城の移籍後初ゴールで引き分けることができました。第8節は福島ユナイテッド FC をオールガイナーレ野人スタジアムに迎えた一戦。ガイナーレはここまでホーム戦でまだ勝利がありません。0対0のまま後半43分、出た、さあ松木のシュート、松木俊之介 J 初ゴール、鳥取一歩前に出ました、1対0。後半の43分、林監督ガッツポーズ、ガイナーレ鳥取ホームで今季初得点、松木俊之介値千金、移籍後初ゴール。このゴールでガイナーレは今季ホーム戦初勝利を飾ることができました。サポーターの皆さんいいですか、最高。第9節 AC 長野パルセイロ戦、田中圭太中に入っていきます、ファンブルしたボール、
シュートに行った、決めました鳥取、先制点は鳥取、鳥取この試合ファーストシュートが先制点、少ないチャンスを決め切りました。こぼれ球に詰めていました瀬瀬が決め切りました。鳥取生え抜きのキャプテン、今シーズン2ゴール目。さらに前半終了間際、ボックス内鳥取3人が入っています。田中圭太抜き出した、落としたボール、シュートに行った、鳥取追加点、田中翔太、この試合が23歳の誕生日、バースデーゴールです。今日先制点の瀬瀬からの浮き球、ボールこぼれたところに田中翔太詰めていました。大卒ルーキーの田中翔太、今シーズンこれが3ゴール目。ここで試合終了の長い笛です。田中翔太のバースデー弾で今季初の連勝です。第11節 FC 琉球戦、フリーキックのチャンスにぬくいが見せます。ゴールキーパーはパクソンス、パクソンスは192センチあるゴールキーパー、ハイボール処理は得意です。ぬくいが直接いった、決まった、素晴らしいゴールが決まりました。ぬくいはやと移籍後初ゴール、これはゴールキーパーもノーチャンスです。壁の上を抜けて鋭く曲がって落ちました。いや非常に美しいゴールです。さらに前半43分、ここで奪えるか松木、フォインです、右、さあ田中圭太、田中のシュート、決まった、2点目、田中圭太。ここは松木の前線からの守備、コイン落ち着いて右につないで、田中圭太の右足、藤原の股を抜いて、パスは少し前気味だったんですがしっかりとトラップして、もうここしかないというところ。ガイナーレが1点リードのまま後半アディショナルタイムに突入、逃げ切れるかと思いきや PK を与えてしまいます。ゴールキーパーは桜庭、さあチームを救う同点ゴール決めることができるか、キッカーは白井春人、止めた桜庭、止めた、ビッグセーブ、桜庭力、チームを救う桜庭、しっかりと読んでいました、チームを救うビッグセーブ、 PK ストップです。ガイナーレが快勝しました。第13節ツエーゲン金沢戦、開始5分で0対2と突き放されたガイナーレですが、さあここで奪えばチャンスになるが、松木、松木ダイレクト、ゴール1点返した、最後は松木慎之介、こぼれ球素早い反応を見せました、2対1、金沢陣内エリア内プレッシャーをかけに行きました、そしてダイレクトで左足振り抜いた松木慎之介、反撃ののろし、ガイナーレ鳥取2対1、その差は1点です。その後金沢にゴールを決められ1対3、再び2点差に。しかし前半アディショナルタイム、キックオインから抜くダイレクトクロス、ゴール前、田中のヘディングシュート、1点返して3対2、田中翔太前半の終了間際今シーズン4点目、再び得点差を1点に詰めます。左サイドからでした、このボール追いついてダイレクトで抜く、そしてボール右隅ヘディングで叩き込みました。
そして後半7分にも井川、こちらもダイレクトクロス、このアイデアには飛び込む、こぼれ球、田中、今日2点目、同点に追いつきました鳥取。右の井川から東出のアイデアパス、そしてこぼれたところに田中、二の矢三の矢で金沢のゴールネットを揺らしました。劇的な展開で3対3の引き分け、勝ち点1を獲得しました。全14ゴールいかがでしたか？これからも素晴らしいゴールの数々に期待しましょう。ガイナーレ鳥取は現在14節まで戦い、成績は4勝5敗5分け、暫定14位となっています。ガイナーレ鳥取の選手の素顔にとことん迫るこのコーナー、今回は瀬瀬ひろと選手と長谷川アーリアジャスール選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。今回はキャプテンの瀬瀬選手とチーム最年長の長谷川アーリアジャスール選手の組み合わせ。キャプテンとして今心がけていること何かありますか？そのチームの雰囲気だったりを、そのいつも以上に見るようにはなったんですけど、アーリア君だったりとか啓太君だったりマイク君だったりとか、そのチームを盛り上げてくれるような先輩方が、とても頼もしい先輩方がいるんで、任せるとこは任せてって感じですね。うるさい担当はこっちでやってるもう俺らはやんやん言ってうるさいおじさんたちがいるなっていうぐらいで、キャプテンとして瀬瀬選手と今大変なことなんかあったりしますか？確かにね、聞いてみたいですよね。いや、ない ほとんどないですけど、ちょっとチームの雰囲気があんまり良くない時とかに、どうすればいいのかなというか、そのこの間も遠征で残った選手のモチベーションとかも、大丈夫かなとか思ってたんですけど、その、帰ってきて練習始まったら、そこの残ってた選手の気持ちというかやる気がすごい上がってたと感じて、アーリア君が話してくれたのかなっていうね、そこでもアーリア選手が風が上がっちゃうかもしれないですね。大変ですよ。瀬瀬選手は今までキャプテン経験はないのでしょうか？中学校の時にあったんですけど、ユースは違いました。でも中学校のキャプテンってもうそんな引っ張っていくとかも全然なかったんで、だからもう本当、ちゃんとしたキャプテンっていうか、こういう立場は初めてですね。学級委員長とか生徒会長とかそういったことは？俺学級委員長は小学校の時やってました。おー、そうなんですか。自分もやってました、学級委員長。2人ともあれはもうなんかスポーツできる人がいや、本当そう、足速いやつ。そんなお二人は相手のことをどんなサッカー選手だと思っているのでしょうか？それぞれボードに書いてもらいました。では瀬瀬選手からお願いします。はい、見えている。おー、近くにいる相手の足の出してき方だったりとか、味方の位置とか、もう見えてて、冷静に見えてて、一瞬でその状況を打開できる、本当すごいなっていう思いますね。 YS 戦で自分結構無茶なパス出したんですよ。その相手に、そのちょっと囲まれ気味で、自分もその相手見てたけど、ちょっと出しちゃって、囲まれてたけどスルスルと抜けて縦パスつけたシーンがあったんですけど、その時はちょっとプレー中、試合中だったんですけど、うわすごいって言っちゃいました。そのシーンがこちら。さあ、剥がした長谷川。もう本当自分では出しちゃったって感じだったんですけど、そっから前縦パスつけて前進したんで、やっぱすごいなっては思いましたね。じゃあアーリア選手お願いします。オーケー、じゃん、クレバー。
こう冷静な判断ができる。でもたまにスイッチ入ってカッてなる時あるんですよ。あ、そうなんですか、うん、でもそれでも次には抑えてるんですよ、うまく。だからそのコントロールが多分できるんですよね。でこれは僕今そのボランチだったりアンカーっていうその真ん中でやる選手にとってすごい大事なことだと思うので、意識してることというか、まあ、その学生時代とかは結構その、まあ、カッとなって熱くなってちょっと、喧嘩したり喧嘩したり退場したり、やり返しに行ってちょっと退場したりとか熱くなったらいいんだけどね、大事なんですけど、うん、ちょっとプレーの質が落ちるのはもう感じてて、やっぱ中心の選手が勝手になったらチームも勝手になるんですけど、やっぱそれはどのタイミングで勝手になるべきかっていうのも判断しなくちゃいけないんですよ。そういう意味ではヒロトはクレバーの要素を持ってるんで、やっぱ試合の全体の流れを見て自分がもうなサッカーの流れを作っちゃうぐらいの気持ちでやっていいと思います、はい。長谷川選手が加入して1年が経ちましたが、相手のことで一番印象に残っている出来事は何ですか？じゃあアーリア選手からお願いします。ダン、結婚。おーおい、これでしょう。去年先生選手は結婚されました。う、ね、はい、こうアーリア選手は何かお祝いなんかしたりされました？そう言われるとしてねえな。されてないですか？確かにね。俺が入ってから結婚だよね、はい、だからもう言い訳はできないです。ご飯連れてきます。連れてってもらいましょう。奥様、奥様、奥様と一緒にご飯連れてきます。でもアリア選手、まあ、結婚の先輩でもあると思うんですけども、はい、サッカー選手で結構、まあ、奥様もいて、こう生活で何か気にしていること、大事にしていることなんかありますか？思いやりですね。あ、やっぱりそれが一番ですよね、はい、俺これ俺の妻見てたら大丈夫かな。あいつあんなこと言ってるから全然思いやりねえやん。先生選手が意識されていることはあります？確かに。なんか変わった？まあ、相手のことは結構考えるようになったんですけど、さっきの思いやりも似てるかもしれないですけど、うん、では先生選手、はい、お願いします、はい。サッカーフェスティバルですね、あの去年の年末でしたね、うん、に鳥取市と米子市でアーリア君主催で開催したんですけど、はい、まあ、自分も参加させてもらって、まあ、あの規模 の, あのフェスティバルを鳥取に来てまだ1年も経ってない時に開催して、子どもたちをあんなに喜ばせてすごいなって感じましたね。さらに盛り上がる後編は次週放送。わ、かわいいでしょ。やばいやばい、言っちゃった、ごめんね。セセ選手のかわいい勝負パンツとは、お楽しみに。ここからは私ガイナーレ鳥取広報の森がお伝えします。ゴー広報部。ガイナーレ鳥取にまつわる耳寄りな話、意外な話など選手や試合以外の話題もお伝えしていきます。今日の企画はこちら、松本山雅 FC 戦は今季ホーム初ナイター。今度の土曜日6月8日は鳥取市のアクシスバードスタジアムに松本山雅 FC を迎えての一戦です。この試合が今シーズン初のナイターとなります。スタジアムグルメジーズデリでは美味しいグルメも充実。ガイナーレスタグル名物の生ビールピッチャーやビールに合うフードもございます。ビールを片手に試合観戦はいかがですか？お子さんが喜ぶポテトや唐揚げ、スイーツなども充実しています。また試合前にはバックスタンド側にて午後5時50分から6時10分まで選手サイン会を実施するほか、ハッピーメモリーズご登録者様、プレミア J 会員様、小学生以下のガイナーレ鳥取スクール生を対象とした抽選会、子どもデポンも実施します。さらに選手がウォーミングアップで登場する際、メインスタンド、バックスタンド、ゴール裏それぞれにサインボールを投げ入れます。ぜひたくさんアピールしてサインボールをゲットしてください。ぜひご家族ご友人をお誘い合わせの上スタジアムにお越しください。素敵な週末の思い出をスタジアムで作りましょう。スタジアムでお待ちしております。
以上、ガイナーレ鳥取広報の森がお伝えしました。ここまではガイナーレ鳥取の話題を中心にお伝えしてきましたが、山陰にはサッカーに情熱を燃やす人たちがまだまだたくさんいらっしゃいますよ。ということでここからは躍動山陰サッカー。4月20日島根県立大学で第8回 JFA マジカルフィールドインスパイアードバイディズニーなでしこ広場セカンドタッチ in 松江キャンパスが行われました。このイベントは日本サッカー協会の公認団体が開催するもので、サッカー未経験者や初心者の女の子を対象としています。今回は未就学児童16人と小学校1年生から3年生までの7人が参加。島根県立大学の保育学科保育教育学科の学生たちとともに様々な運動や遊びを楽しみました。まずは鬼ごっこなどで体を動かします。その後サッカーボールを使って運動、徐々にボールに慣れていきます。小学生は少し難しい遊び、輪になって全員で隣にボールを投げるキャッチボール、全員が落とさずキャッチできれば成功です。せーの、見事成功。そして最後はミニゲーム、子どもたちと大学生が一緒になって元気にボールを追いかけ駆け回ります。およそ1時間にわたるイベントで子どもたちはサッカーの楽しさを体感できたようです。こんにちは。島根県立大学松江キャンパスでは毎月なでしこ広場を開催しています。なでしこ広場ではお姉さんたちと一緒に運動遊びを通して楽しんでいます。運動が好きな子も苦手な子もみんなで楽しめる、そんな広場になっています。来てね。次回開催予定は6月15日土曜日と7月13日土曜日となっています。現在参加者募集中です。ここでお知らせです。鳥取県サッカー協会では JFA ユニクロサッカーキッズ in 鳥取の参加者を募集しています。6歳以下のお子さんを対象としたキッズサッカーフェスティバルで参加は無料。6月23日日曜日、米子市のオールガイナーレ野人スタジアムで開催します。詳しくは鳥取県サッカー協会のホームページをご覧ください。サッカーが大好きな人はもちろん、サッカーに詳しくない人も楽しめる番組キックオフ山陰。来週も鳥取島根のサッカーを全力で盛り上げていきます。お楽しみに。